はい、一日一食玄米菜食のむせでございますと言いつつ、ネタはあんまり、玄米菜食と関係ありません。今日はこちらさっきね、私がね、買って、なんと32種類のうち、なんとランダムに3枚も入ってるらしいんです。そう、3枚入ってるんです。だからね、ここにこうね、あの柱の人とか乗ってるんですけど、ここにない無一郎くんのね、そうステッカーが入ってましたね。いたの、僕のお家がいたのよ。で、3枚入ってるなら3枚で220円かな。これはね、お買い得ということで、思わず父も買ってしまいました。ということで、開封の儀、イエーイ、ウェイ、ジェシュチュ、開封の儀、でででででで、はい、じゃあいきます。1枚目、無一郎くん。はい、来ました。かぶりましたということで、これは音がいただきます。おい、じゃん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 、2枚目、おーっと、たまよさんとゆしろうくん。ね、待って、めっちゃかぶってんだけど。もしかして、もしかしてこの展開は、この展開は、頼む、1枚だけでも、1枚だけでもちょっと違うやつ。よっしゃ、来たー、来たー、いのすけー。はい、父一押しのいのすけでした。大好きです。というわけで、音はこれだけもらいます。あとはこちら2枚は娘に渡しますので、はい、カフォーにする。いや、これ嬉しいです。普通に嬉しいです。というわけで、 YouTuber がちょっと苦手な YouTuber ゆずぼろチャンネルのゆずでした。以上、無声でした。ありがとうございました。引き運強くない、この親子。引き運強いっすよ。